左サイドじゃないですかね。やっぱキックが得意なんで。最初は2人10メーターぐらい上げて2人でパスコンします。だけどパスをするときにあまり回転はかけたくない。そう、回転をかけると味方は取りにくいんで、回転かけてもらっていいですか。こうなってちょっとずれたりするんで、できれば回転はかけず、ちゃんとインサイドで押し出すような感じで、そうすると味方取りやすいんで、ピシッと回転はかけない、なるべく。次はちゃんと真ん中で押し出す。皆さん分かりましたか？はい、分かりましたね。今のはね、今度次にトラップなんですけど、足元を止めてしまうと次蹴りにくいので、しっかり自分の蹴りやすいところに止める、そして蹴る、自分の蹴りやすいところに置いて蹴る。もう一回行きましょう。蹴りやすいところに置く、置いて蹴る、蹴りやすいところに置く。ちょっと大げさに横に出してもいいんで、こうそこからピシッとキュッと、そうですね。あとトラップするときもう一つ、みんな結構力入ってはしているんで、もう力は全然いらないんで、もうリラックスした感じで力入れる。トラップは力入れない。で蹴るときは少しやっぱ内転筋とかこの内側ラインはちゃんと入れますよ。はい、固めるイメージ、固めるイメージ、固めるイメージ。僕左なんでこの辺を固めるイメージ。ゆっくりいきますよ。緩いと今度力は全然入んない。だけどちゃんと固めて押し出すイメージだとこに入らないと。僕の膝見てもらって、膝も結構ちゃんとしっかり曲がってるんで、立ち足横になってるし、こんな感じです。しっかり力入れな、立ち足もしっかり頑張る。でここですよ、力入れの、ここギュッと。これをもし相手が来た時どうなるかっていうのをちょっとやってみたいと思うので、パス来た時の相手に寄せられたバージョンのところをやってみます。ゆっくり行きます。歩いてきて、はい、来て。あんまり足元止めちゃうとこのプレッシャーかかっちゃうので、相手が来てるときはさっきと一緒に、いや早くていいよ、ちゃんと横に逃げてからパスを出す。もう行きます。早くていいよ、キュッと止めてパス、はい、逃げる、アウト、はい、アプローチ、キュッと逃げない、相手が来ても慌てないで外してパス、あ、そうよ、来てよ、キュッと外してからキュッとパス、これが非常に大事なんで、はい、今3つやりましたけど、この練習は非常に大事なので、毎日ですね、アップでもその練習の後でもいいんで10分15分やってもいいと思います。ポイントはまず1つは止めて回転をさせない、味方が取りやすいように回転はさせない。でしっかり止めて、次は止めるところ足元じゃなくて蹴りやすいところに置いてから蹴る。もちろん相手が来てなかったら、はい、足元に止めてもいいですよ。で相手がもうプレッシャー来たら外してあげて受けるように。その時に一番もう一つ大事なのは、下ばっか見てると相手が来てるの分からないんで、こうなっちゃうんで、ちゃんと来る前に顔を上げて誰がどこにいるか把握しながらトレーニングをするっていうのがいいです。まあ、できれば 30m ぐらい先見てた方がいいかもしれないですね。ここじゃなくてこの1個裏とかでキュッとかして
それはな、練習癖つければ小学生はできるんで、これがね、あの年齢あんまりいってしまうとなかなか難しくなるので、早いうちにこれはやった方がいいと思いますね。だいたいみんなもうパソコンやるともう下だけ見てて、こういう足ばっか見ちゃってるんで、やっぱり1個遠く、2つ遠くをこう見とくといいかなと。やっぱ基本はやっぱ止める蹴るなんで、サッカーって止める蹴る運ぶだから、これがまずできないと、止める、まあ、しっかり止めれないともう次がないじゃないですか、蹴れないで、この蹴りができないと今度運ぶこともできないんで、まあ、ここは大事かな、大事かなっていうか大事なんです。止めるとこもちゃんとスペース、足元から、はい、オープニング、キュッと止める、蹴りやすいところ、まずここ強調します、蹴り足元、キュッここに蹴りやすいところ、体の向きも変わるでしょ、この向きから止めるときキュッとこっちに変わるんで、前向きに向き大事、ここからキュッとで、蹴りやすいところを置いてるんで、キュッと、そう、みんなも45度に置くイメージ、立つから俺にちょうだい、ここにもうアプローチどんどん来ちゃっていいよ、来てよ、ここに止めちゃうとこう相手に捕まってしまうので、ちゃんとこっからキュッとこっちに逃げれるようなとこに置いてあげる。もう行きますよ、入らなくていいよ、マーク入らなくて、入ってここからキュッとここに、はい、キュッと、その時に注意が必要なんですけど、あんまり、はい、いいよ、遠くに止めちゃうと敵がいるんで、ちゃんと足元3、40センチのところに置かないと捕まっちゃう。よ、僕、はい、ちゃんとキュッキュッ、この止める位置が非常に大事なんで、そう、体の向きもね、キュッと、そう、ちょっと、そう、サポート、そう、小学生これ全部ダイレクトじゃなくてもいいんで、ツータッチでもいいんで、しっかりうまくですね、止めるとこオープン止めて、そうそうそう、今の部分ね、はい、来たら止めて、はい、止める、そう、はい、止める、逃げる、ショーン、そう、サポート、この人のところに行くときに本当はこう三角形回してるんで、うまくいってダメなんでしょ、こっちに出しちゃったりするんですよ、運ぶのに、じゃなくてちゃんと中からこの人前行かしたいんですけど、前足にしっかり出してあげる、そしたら運べるんで、まあ、そんだけ気使わないといけない、前足にちゃんと出してあげる、丁寧に前足に出す、ボールフィーリングをやりたいので、軽く2パターンやります。膝ぐらいまでのリフティングをしながら、いろんなところでトラップして前に出します。じゃあ足の裏で運ぶ、右足、左足、そう、そう、右で、そう、次は左、あんまり高く上げすぎない、で今度は内側、右足、左足の内側で止めて、そう、逆、そうですね、で今度はアウトサイドに行くのかな、そう、そう、OK、これができたら、今度は今は膝ぐらいの上だったの、広げていうが、もうちょっと高いところに頭ぐらいまで上げてみて、足の裏とか、あんまり力を入れないで柔らかくやってもらいたいんですけど、目線が大事で、そう、そういう、そうで、お父さんと子供がやる練習としてやってもらって、リフティングして、それで足で
チョキパー出す。そしたらこのまま前に出す瞬間に、はい、パーパーつけて、そしたら顔上がる。その瞬間に。あ、なるほどね。そう、これをお父さんお母さんもやってあげたら面白い。これは非常に。